はい、えー、こんにちは。レトスのおのです。3月30日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。えー、これまで、えー、考え方が重要だ。理解学習が重要だ。えー、これを何度も、えー、何度もお伝えをしてきました。でもいまいちわからない。具体的に教えてほしいということが、えー、ありましたので、今回具体的にお伝えしたいと思います。えー、今回の動画の最後に動画2つお送りさせていただきますので、そちらご確認いただければと思います。では問題に入ります。 A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったその後 A が死亡し B が単独で相続をした場合には B は追認を拒絶できるが C が A の無権代理につき善意無過失であれば C は B に対して損害賠償を請求することができる。丸か罰かという問題です、えー。ちょっと長いので考えたい方は、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えー、まず、A が B の代理人としてということなので、A が代理人で、B が本人。で、C が相手方、契約の相手方となります。で、この A っていうのは代理人なんですけども、ここにも書いてある通り、無権代理人なんですね。 で、この無権代理人が死亡したと書いてあります。死亡して B が単独で相続をしたということなので、まあ考えられることで言うと、まあ、A がお父さんで B が息子さんとか、まあそういったイメージですね。で、まあこの場合 B は追認拒絶できるが、まあ本人ですね。本人 B は追認拒絶できると書いてあって、で、一方で C さんっていうのは、この無権代理人であることを過失なく知らなかったっていう状況なんですね。 で、この場合、C さんは B に対して損害賠償請求することができる、丸るか罰かという内容です。まあ、二つ質問されていることがあって、B は追認拒絶できるという内容と、C は損害賠償請求することができるという、まあ、二つが質問されている状況です。で、答えは丸ですね。無権代理人 A が死亡して、本人 B が単独相続すると、無権代理人 A の 債債権債務を承継することになりますこれ、本人が承継する。つまり、無権代理人が死亡することによって、無権代理人の債権債務が、まあ、B さんがね、えー、単独相続するわけなので、承継する、相続するわけですよ。で、今回、C さん善意無過失ということなので、C さんは、無権代理人に対して責任追及する権利を持つんですね。具体的には、損害賠償請求権を持つんですよ。 C は A に対して損害賠償請求できるこの権利を持つと。逆を言うと A さんは損害賠償の債務を負うわけですね。それが B さんに相続されたということなんですよ。ってことは C さんは B さんに対して損害賠償請求することができるということなんですね。で、一方で B さんは本人の有する追認拒絶権を持っています。 本人 B っていうのは追認拒絶権ありますよね。無権代理行為をされた場合、B さんっていうのは追認する権利もあるし、追認拒絶する権利もあると。まあ、その権利を持ってるわけですよね。でつまり、B さんは追認拒絶をすることはできるけども、損害賠償を請求されることもあるよと、まあ、いうことなんです。まあ、だから今回の問題、丸なんですね。ただ、これだけ覚えても、これ非効率なんですね。つまり勉強の仕方が悪いと、まあ、いうことなんですよ。比較する。理解する。 これを実践できれば効率的な学習ができますで今回は特に重要な2つを比較して覚えることが重要なんですねで個別指導の受講者様は合格テキストの P25 ページこちらをご覧くださいでここには3つのパターンが記述されていますなので比較して頭に入れていただければと思いますもう具体例書いてありますのでその具体例を頭に入れましょうでその中でも上2つっていうのはすごく重要な、まあ、基本的なものなんですね なんで、上二つは絶対に覚えていただいて、まあ、もう一つの方も、ま、できれば頭に入れてください。で、受講者さんには、受講者専用のメルマガで、動画で解説しておりますので、そちらご確認いただければと思います。保証協会は、保証協会に加入している宅建業者 A が、その一部の事務所を廃止したため、弁済業務保証金分担金を A に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求者に対し、 一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を広告しなければならない、○か×かという問題ですえ。答えは×ですね。保証協会で一部事務所を廃止する場合っていうのは広告不要なんですよね。だから誤りになります。保証協会の社員の業者が一部事務所を廃止しても広告する必要っていうのはありません。一方で営業保証金。 これを教託している宅建業者が一部事務所を廃止した場合っていうのは、これ広告する必要あるんですね。まあ、この違いっていうのは、ちゃんと頭に入れておきましょう。基本的な勉強法なんですけども、まあ、このようにね、比較できることはちゃんと比較しながら一緒に覚えるってことがすごく効果的なので、ぜひ行っていきましょう。で、問い3ですね。土地区画整理法です。土地区画整理事業の施工者が、道路法に言う道路のように供する土地を 道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、当該道路管理者は施工者に対してその造成費用の全部を支払わなければならない。丸か罰かという問題です。で、答えは罰ですね。道路用地にする目的で土地区画整理事業を施工する場合、あらかじめ当該公共施設管理者と協議し、 そのものが負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画に定めておけば施工者は公共施設管理者に対して事業費用の負担を求めることができるんですね。で、ここのそのものっていうのはこのえ管理者ですね。つまり事前にこの管理者と協議をしてこの管理者が払うべき費用の額とえ負担の方法これを事業計画に定めておけば管理者に対して 事業費用の負担を求めるることができるんできんすね従って、問題文の道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、道路管理者は施工者に対して、その造成費用の全部を支払わなければならないという記述は誤りだということです。なので、答えはツになるということですね。 で、個別指導の値上げまであと1日となりました。まだ今からでも十分、えー、今年合格目指せますので、今から、えー、ちゃんと理解学習を実践したい。本当の意味で理解学習を実践したいという方は、個別指導をぜひご検討ください。多くの方が、もう理解学習できていると勘違いしていて、えー、できていない。もうこういった方非常に多いんですね。で、えー、実際そのまま、えー、理解できていると思い込んで、えー、受験して失敗すると。 いっったことになっちゃいますで。失敗するとまた1年ってなって非常に大変ですよね。なのでもう今年絶対合格して終わらせたいというのであればぜひ個別指導をご検討ください。で初めにもお伝えをした考え方え、理解学習、この2つの具体例ですね。えー、2つ動画用意させていただきましたので参考にしてみてください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご確認いただければと思います。レトスの小野でした。